はい、こんばんは、つみちゃん。眠いね。はい、こんばんは、眠いね。はい。貫禄ありますね。たたくん。はい、こんばんは。みんなにこんばんは、つって。はい、今日もツンデレぶり発揮してますね。ありがとうございます。ということでね、つみちゃんの妊娠情報なんですけど、初交尾をしてからもう1ヶ月ちょっと経つんですけども、ここ1週間でね、なんとおっぱいが大きくなってきました。張ってきましたっていうんですかね。ネットでね、検索して妊娠の予兆っていうので出てきてたんですけど、おっぱいが張るっていうのもね、予兆の一つみたいで。でね、ほんと妊娠する前はほんと豆粒ぐらいしかなくて、こんな画像の感じなんですけど、ちょっとね、ほんと今4倍ぐらいでかくなってるんでね、貴重な映像だと思うんで、この張ってる時の状態っていうのもね、ぜひ皆さんに見てもらいたいんで、今回ちょっとお見せしたいと思います。つみちゃんちょっとね、おっぱい見せるの恥ずかしいとか思うと思うんですけど、つみちゃんちょっとおっぱい映るけど許してね。ごめんね。ごめんね。はい、じゃあちょっとつみちゃんね、はい、いつもの体勢になってもらって、お腹はね、まだね、子供がいる気配はないんですけど、まあ妊娠直前になるとね、もう手で触ってもその鼓動とか子供の心臓とかが分かるレベルになると思うんで、まだね、妊娠直前ではないと思うんですけど、じゃあ早速おっぱいを見させていただきたいと思いますね。はい、ここなんですけど、ちょっと見えますかね。ね、ものすごくでかくなってます。これね、人間の乳首ぐらいあるんじゃないですかね。色合いもね、もうちょっと肌色だったんですけど、結構ピンクになってきました。もっとね、出産が近づいてくると真っ赤っかになるみたいです。まあそれでこっち、ここもでかいですね。こんな感じになっております。まあ順調にね、妊娠の予兆が出てるんで、まあ妊娠も順調なのかなと。今こういう前兆が起こり始めたということで、今回カメラを回して紹介させていただきました。ってことでね、もう一日一日がね、変化だと思うんで、もういつ何が起こるかわからない状況だと思うんで、注意深く観察していければいいなと思います。順調に産んでね、つみちゃんね。はーい、はーい、産むよ。はーい、今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。3、2、1、ありがとうございます。